半海電気軌道も351系電車は1962年に登場した半海電気軌道の前身である南海電気鉄道が当時の大阪軌道線向けに導入した路面電車用電車である南海時代に最後に製造された車両である1960年代に入り車体の老朽化が目立ち始めていた大型木造車であるも101系のトータ。 置き換えを目的として、帝国車両工業で1962年に351.352の2両が、1963年に353から355の3両がそれぞれ製造された。も501型とほぼ共通設計の全金属製車体を備える。ただし、も501型で車掌の視界確保に難があったため、車体中央の扉横に設置された。 車掌台部分の側窓を加工式から横引き式に変更した点で異なる。さらに、造備車であるも353から355については折り返し時に乗務員が運転台へ出入りしやすい形状とするため、運転台の出入り口付近の部分の座席が従来より1名分少ない6人掛けの座席に変更されており、このために 座席定員もも501型やも351.352と比べて2名、少ない36名となっている。も353の上り川前小島は天王寺駅前での暴走事故で破損し、復旧の際にも251型と同じシールドビームが取り付けられている。また、1981年頃には一時的に砲弾型ヘッドライトをステーを介して取り付ける。 改造を施されていた。1981章は56年頃の、アビコ同社コデノも 161K175 号と 351K353 号。353号のヘッドライトがステーを介して、取り付けられている。手電動機は製造コストを引き下げるため、置き換え対象であるも101型が装着しており、非常に、 高品質であったため、経年使用に耐えることができうるとして、ゼネラルエレクトリック GE-247i を従来同率利がけ式で装着した。台車は流用せず、枕羽根にベローズ式の空気羽根を使用する一自由度計軸箱、両式台車である、汽車製造 KS-69、帝国車両 TB-58 をそれぞれ、新造している。 これらはいずれもも501系用に用意された、汽車製造 KS-53 の構造を若干簡略化したものである。また、制御機も、東芝 CPM-2A-2、A 油圧多段化無軸式関節自動制御機が、新製搭載されている。ブレーキは、SME 非常直通ブレーキを当初搭載して、竣工している。終電装置は、 半回線標準の PT-52、皮脂枠形パンタグラフである。も501型に続く新車として歓迎されたが、主電動機以外のほとんどの部分を新造しての、置き換えは製造コスト等の面で難があったため、も101系の残り重量については、反抗性車体であった、元大阪市電1601系の車体を流用し、これにも101系の電装品一式を取り付け、 改造したも121型を充当することとなり、本形式の製造は合計5両にとどまった。もっとも、吊りかけ、式モーター独特の騒音や旧型車両の流用品であるコンプレッサーの作動音が大きい、軌道、加速時のショックが大きいなどという難点はあるものの、台車は空気バネ装着の新製品であるがゆえに、その乗り心地は傑出しており、 その点においては本形式の20年以上後に製造されたも701型も601型と比較しても何ら遜色はない。1976年からはワンマン化改造が行われた。さらに1980年の半回線の分射化に際しては保守管理の簡素化を目的としてブレーキを多形式と共通の SM-3 直通ブレーキへ交換されている。 1986年以降はも501型に続いて順次冷房改造をされ三菱電機 CU77N が屋根上に搭載されている。しかしも501型と同じく冷房化による重量増が影響しており冷房化後はブレーキ性能が低下している。また2001年にはも161型との機器の統一を図るため 同じ形式のモーターを装備していたも301型が廃車となった際に燃出された芝浦 SE-104B に取り替えられている。これは GE-247i がメタル軸受けである一方、SE-104B はメンテナンスがしやすい、コロ軸受けであったために実施された。2016年9月8日夜、住吉停留所付近にても352号が 脱線した。脱線事故の原因が不明のため当該車用は廃車となり、2021年現在では、アビコ同車庫に留置されている。2013年11月に、もう353の行き先表示幕が、幕式表示から LED 表示に変更された。合わせて、2014年4月より、導入予定のピタパ読み取り機器の設置工事が、行われた。 2019年2月からは、現存車全車に補助ステップ及び補助ステップ付きを示すステッカーが取り付けられた。同時に、前面にあったワンマン表示の看板が取り外されている。MO353 は、2021年に方向制御装置である逆転空気シリンダーについて、部品を中鉄製から日本積層造形株式会社の金属 3D プリンターを用いて、 シタン合金に置き換えたものに交換している。も354は2013年には大阪市電開業110周年、大阪市営地下鉄開業80周年記念事業として大阪市電と総で運行された。ありがとうございます。